こんにちは、スクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは3039です。スクさん、私にメールしましたか？しません。ああ、スパムはうんざりだ。そうっすね。俺もしょっちゅうなんかスパムメール。まあ、スパムメールというか広告メールがまあ来るね。なんかあちこち買い物とか登録しちゃったやつ、関係のやつ。また買いませんか的な。まあ、買わないんだけど。まあいいや。ですね、ミニゲームが相変わらず出てきません。で、星がまだ79あるんで、ストーリーの続き見ていきます。現在のストーリーはですね、湖の向こう側の別荘を買い取って、リフォームしてる最中にロビー親子が遊びに来てキャンプしてるんですけど、キャンプはもう二の次で、もう完全に人んちの森を大改造することにハマっちゃってます。で、今ゲストハウスも完成して、なんかレンジャー部隊じゃないな、なんだろう。ボーイスカウト、ガールスカウトみたいなやつ。で、実家の近所に住んでたスコッティも遊びに来て、なんかこれからレンジャー部隊の授業をやるみたいです。そう。それで先生がですね、なんとキャサリンなんだよね。すごいことだぜ。で、まあキャサリンを迎える前にマットを敷いて、教室が汚れないようにした方がいいのかな。というわけで、マットを敷く。どんぐりが乗ってるよ。もふもふさん、ごめんよ。でもこのマットはお前のためのものじゃないんだ。いやでも、くつろいちゃってる。でもどんぐりも足すげえ汚れてんじゃない？教室の中にも時々入るでしょ。つうか、このもふもふどんぐりが先生になることがあるかもしれない。だから別にどんぐりが使ってもいいじゃん。まあそこでくつろがれたら邪魔だけど。いや私だったらそこでは寝ないよ。お客様がマットで足を拭くときに、もしお前に気づかずに、あ、踏まれるかもしんないね。素敵なモフモフのドアマットだと思って足を拭かれてもいいのかい？そんなの嫌だよね。にゃー分かったのか分かってないのか、分かってないのか。これはもう分かったよ。ここで寝たいなら好きにすればいいさ。踏まれるけどな。でも汚れたらお風呂に入れるからね。はは、逃げた風呂は嫌いなのか。風呂嫌いなのか、どんぐり。風呂好きの猫は可愛いんだけどな。お前もまあ可愛いはずなんだけど、風呂嫌いか。最近 YouTube でさ、猫をお風呂に入れる動画にハマってんだよね。なんかみんなね、泣くんで、にゃー、にゃー、やめてくれにゃー、的なノリでね、泣きまくんの。でもなんか、最終的には諦めて、すごい、じゃあじゃあ現れてる。おもろいわ、あれ。よし、続き。キャサリンの授業を始める。うわー、久々のキャサリン。おぉ、来たな。やった、私たちの最初の先生かしら。そうよ、私はキャサリン・ブルームっていうの。私はクライウッドよ。こんにちは、授業が退屈な内容じゃないといいんですけど。失礼なやつじゃない、いきなり。さあ、ビーバー隊、準備はいいかしら？授業を始めるわよ。二人とも森ってなんだか知ってる？そこから？何、森ってなんだか知ってるって。木の集合体？植物の集合体？何？知ってます。木がたくさんあって、鳥やクマなんかの動物が住む場所です。クマっていうのはとても大きな動物で、スコッティ、クマ大好きだね。何かっていうとクマの話するね。スコッティ、その通りよ。でも動物のことは後から別の授業があるわ。私からは森の植物や木について話をするわね。木の実のことや植物の寿命、植物の世話の方法や、どうして世話が重要なのかっていう話もね。うん。最後に観葉植物とその育て方についても教えるわね。実際に植物を一緒に植えてもらおうと思っているの。では始めましょう。ちょっと退屈じゃない？最初の授業にしゃ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 。おお、いいね。あ、教室を飾るっていう目的があるね。なるほど。ブルーム先生、後で押し場のスクラップブックを作ったりする？大きな木を植えても家には持って帰れないから。あ、そっか。旅行に来てるようなもんだもんな、ここにな。クロエ、生きた植物を見る方が楽しいわよ。あと、家に持って帰れる木もあるの。では、休憩の後で一緒に盆栽を植えてみましょう。盆栽なんだ。なんかあんまり自然っぽくないけどな、盆栽って。植物ってすごいんですね。こんなにいろんなことに使えるなんて。飾ってるだけだけどね、今んとこ。食べ物にしたり薬にしたり、どのこの。他の植物の話もとても楽しかったわ。ああ、なるほど。授業でいろんなことを聞いたのね。その内容ちょっと知りたかったけど。
一旦授業終わりかな、出てっちゃった。まだ先生は待ってますけど。子供たちは出てっちゃったよ。ちょっと待って、じゃあ授業の続き見よう。盆栽を植える。子供に盆栽って良さわかんのか？おー、生えんの早い。めっちゃ早い。ブルーム先生、なんで昔の日本兵は盆栽と叫んでいたんですか？盆栽なんて叫んでなくない？何？万歳のこと？なんだ？スコッティ？万歳のことかしら？ああ、やっぱそうか。日本兵についてはロビーの方が詳しいと思うわ。昔、兵士は男の人だけで、女の人はバラみたいに美しいお姫様や女王様になっていたんだよね。どういう夢？どういう世界観それ？それも間違ってはいないんだけど、彼女たちの中には有名な指導者もいたのよ。ああ、フランス革命のあれとか？これで私の授業はおしまい。今日学んだことを大事に育てていってね。は、終わっちゃった。みんなこんにちは。私はシャンティよ。怪しい奴が来たぜ。こんにちはシャンティ。こんにちはシャンティ。次はシャンティか。シャンティ、私は植物と木について話したんだけど、森のことはまだまだ全然話せてないの。あとはあなたに任せるわね。ハーブの木の実について知っていることを全部話そうと思っているの。あとキノコについても少し話すわ。でもまずは少し準備させてね。え、ちょっと待って、その準備ってまさかこっちが準備しなくちゃいけないんですか？キャサリン、送っていくよ。ビーバー対シャンティの授業をちゃんと聞くんだよ。木の実にもいろんな種類があって、食べちゃいけないものもあるからね。お、送っていくか。じゃあな、シャンティ。あ、こっちで喋る？私はとっても珍しい果物について話すわ。どうのこうの？その果物知ってますよ。トマトって言うんでしょ？でしょでしょ？その通り、トマトは木の実の仲間なの。そうなんだ。どうしよう、まだ授業が始まってないのに全然ついていけない。ついていけないのかよ。会話終わりかな？あれ？あ、もう送ってっちゃったのか。もういないや。キャサリン帰っちゃった。誘惑を排除するただ一つの方法。母のお菓子のせいです。なるほど。お菓子がうますぎんのか。たった今俺もロールケーキを食べたところだ。ダイエット中なのにやってしまったぜ。まあいいや、続きやっていこう。シャンティの授業を始める。よし、始めようぜ。怪しい授業を始めようぜ。ビーバー隊、これらの植物やキノコをよく覚えておいてね。絶対に食べちゃダメなやつだから、他にも触れてはいけないやつもあるのよ。シャンティ、そんなに害があるなら全部狩るのはどうでしょう。僕らで森に行って。それはまあ、ちょっとエゴが過ぎるんじゃない？人間の都合のいい自然破壊ですよ、それは。スコッティ、その植物に悪気はないのよ。自然ではそれぞれの居場所が用意されていて、雑草だって私たちの暮らしにとても役立つこともあるの。避けるべき植物もあるわ。あまりよく知らないものは特にね。でもそれ以外の植物とは仲良くしても大丈夫よ。それについて詳しく説明するわね。すげえ真面目な授業だな。多くの植物は私たちが踏んでいる地面から生えているの。後で散歩をして近くに生えている植物を見つけてみましょう。なんかキャサリンの授業はすんげえふわっとしてたけど、シャンティの授業意外としっかりしてるな。怪しいだけで中身は真面目だった。それと今日は変わった木の実や花を持ってきたの。その美しさを味わうためにしっかり観察してみましょう。わあ、珍しいものを見るのが大好きなんです。オースティンさんに頼んでここに顕微鏡を置いてもらいましょうか。なるほど、いいよ別に。さあ、木の実を摘みに行きましょう。森のことがわかるようになると面白いわよね。うん、それにキャンディーも全部食べきってしまったし。食い物探しに行ってんのかよ。私たち生涯学生どうのこうの？学者？ラニーどうのこうの？え、ちょっと待って。急に画面の外から話しかけないでくんないかな。何言ってんのか全然読めなかった。セリフをちゃんと読みたい人は、一時停止して、セリフのところを読んでみてください。じゃあ続き見ていきます。
ハーブを摘む、顕微鏡を置く。まあ、先に顕微鏡を置こっか。ハーブも顕微鏡で見たいっしょ？おお。さあ、顕微鏡で観察してみましょう。え、盆栽を？少し楽しんだ後。楽しんだんかい。シャンティ、もう一度顕微鏡を覗いてみていいですか？いいよ。もちろん、あなたたちの授業だからね。小さい木の実も顕微鏡で見てみると惑星みたいに見えますね。葉っぱも顕微鏡だと全然違いますね。ほう。面白そうじゃん。虫も近くで見るとなんだか気味が悪いわ。スコッティは好きみたいだけど。あー、俺見たくねえな、虫は。見たくねえな、顕微鏡でも肉眼でももう何も見たくない。あー、怖えよ。クロエ、人間だって大きな顕微鏡で見ることができたら、きっと同じように気味悪く感じるはずよ。キクイムシがどんなに怖い見た目であろうとも保護することが大切よ。生き物はそれぞれ地球上で生きる場所が与えられていて、その成長をみんなで見守っていく必要があるの。絶対保護しなくちゃいけないかさ、そんなこともないと思うけど、自然淘汰というか、まあそういうこともあり得るから、まあ可能な限りは保護した方がいいのかな。言われなくてもクロエと僕はもう分かっていますよ。これから森やそこに住む生き物と仲良くなりたいと思っているんです。ちゃんとした授業だった。この顕微鏡で細菌も見ることができますか？それは無理じゃないの？いいえ、もう少し性能のいい顕微鏡じゃないと見ることはできないわ。まったくオースティンたらケチりやがって。ママがなぜいつも手を洗えて言ってるのかちょっと分かんないんで、細菌もちゃんと見たいんす。なるほど。じゃあオースティンにもっと性能のいいやつ買ってもらうか。クロエはどっか行っちゃったよ。クロエはブランコ好きね。そしてロビーはこの椅子好きね。子供の頃にサマーキャンプがどうのこうの。うん。思い出に浸ってんのかな。よし、続きを見よう。ハーブを摘む。ハーブティー飲もうぜ。シャンティーと子供たちが散歩に出かけた後。これらのハーブは風邪をひいた時によく効くのよ。お？あ、摘んだのか。びっくりした。なんかいいのかと思った。それから、これはビタミンを多く含んでいてお茶にいいやつなのよ。でも飲む前には乾燥させないといけないの。ん？え、生えたんですけど。生えたんですけど。そんなに遠くに行かなくても役に立つ植物は見つけられるわ。集めたハーブを広げて、この特別な棚の上で乾燥させましょう。おう。そうすれば後でハーブティーにして飲むことができるわ。美味しくて健康にもいいのよ。あと、森へ行くときはバスケットを持っていくことを忘れないようにね。暮らしに役立つ植物や木の実がたくさん生えているから積んでいくのよ。そしてそれを私に全部よこしなさい。私が売りさばいてあげるわ。でも儲けは10対0で全部私のものね。あなたたちは勉強代としてそれぐらいいいでしょ今ね。ただし何かを食べる前には絶対に大人に見せること。何の植物を避けるべきか忘れてしまったら私が持ってきたポスターでチェックしてね。真面目、ちゃんとしてる。一番役に立つ授業者。シャ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 。さあ、これで授業は終わり。外で遊んできてもいいわよ。遊びも立派な勉強だからね。シャンティ遊んできます。シャンティ遊んできます。一番ちゃんとしてる先生かもしれない。シャンティ、手伝ってくれてありがとうございます。教えるのが好きだからいつでも歓迎よ。素晴らしい教室を建てたのね。欲を言えば絵を描いたり文字を書いたりするための黒板があったらいいかも。なるほどね。確かに。なんかシャンティあれだな、 YouTuber として成功してからすげえ立派な人に見えるわ。まあ、もともと立派だったのかもしれないけど、なんかもうジョークが言えないぐらいちゃんとしてる。ああ、私としたことが、物置に黒板があるのに忘れてしまっているなんて。確かになんかあるっつってたわ。そうか、ここで使えるね。早速取り付けます。ご助言ありがとうございます。やべえ、えらい先生になっちゃってる、シャンティは。イエー。じゃあ、あとは任せたわね、オースティン。また遊びに来てくださいね。
帰っていった。シャンティ先生、ありがとう。一番役に立つ授業だったんじゃない？その、危険な植物とかさ、役に立つ植物とかさ、そういうのがやっぱ一番役立つじゃん？身近で。ホースティンがうろうろしてる。よし、続き見るか。黒板を取り付ける。おお、トム！急に来たな、トム。まだお前の授業をやるとは一言も言ってないんだけど、黒板を取り付けただけなのにいきなり入ってきた子供たち。今度はトムが、このどうのこうのについてどうのこうのだよ。こんにちは、トム。クマについて教えてくれますか？クマ好きね。私は先生でも何でもないんだが、オースティンから森の動物たちについて話をしてほしいとお願いされてね。そもそも人前で話すのも得意じゃないし、そういうことはどうでもいいんだよ。早く話せ。でも動物の足跡を黒板に書いて教えることぐらいはできるぞ。今度同じ跡を見たらどの動物かわかるだろう。あ、帽子取った。あー、頭があれですね、オースティンとよく似てますね。でも素敵ですよ。おお、かっこいい帽子のかぶり方。なんだ今のは。かっこいいな。無駄に。あと、安全に観察できる動物と近づかない方がいい動物を教えてやろう。動物に敬意を払ったり、動物についてよく知ったりすることはとても大切なことだからな。通常野生の動物は人を避けようとする。人間のことを怖がっているからな。でもだからといってむやみにクマに近づいたりしたら危険だ。危険すぎるぞ。シャ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 。これでアライグマの足跡を山嵐のものと間違えることはないな。次は鳥について話したいところだが、話を聞くよりも自分の目で見てもらった方がいいだろう。うん。鳥も？トム、動物の足跡や鳥を見にハイキングへ連れて行ってくれませんか？お願いされたらハイキングに行くしかないな。子供には弱えな。木の実がたくさん生えている場所も案内してやるぞ。さあ出発の準備だ。出発だぜ。クロエ、ハイキングに行けるね。ハホーイ。でも本当に安全かしら？そんなことは心配すんな。どうしたの？ローラだったらもっとこの冒険のチャンスだと思って、もうすごい楽しむよ。きっとね。逃すわけない。私も絶対に行くわ。行きますと思う。トムもう休んじゃったけど。なんか手紙がカサカサうるさいんで見てみまーす。おう、シャンティーからだ。ナマステ、オースティンにロビー。次の世代に知識を伝える機会をくれてありがとう。私のブログでも授業と同じ内容を載せたんだけど、すごい反響があったわ。その利益の一部を送るから受け取ってね。こいつ、YouTuber としてだけじゃなくブロガーとしても成功してるぜ。やったぜ、300円。要求！ありがとう。ありがたくいただこう。なんか重なって座ってますけど。あまり仲良くねえな。二人であまり話さないね。なんという展開。最後にびっくりさせてくれる本はいいものです。よし、今回はここら辺にしとこうかな。次回は、ハイキングへ出発。なるほどね。よし、他にも先生来んのかな？まあまあ充実した学校みたいになったけど、この二人意外と勉強熱心だな。真面目だぜ。めちゃめちゃ真面目。いい子たちだよ。というわけで続きはまた今度。それじゃあまたね。バイバーイ。